サンクスチャンネルで僕らは育った。サンクスチャンネルの子供たちよ。サンクスチャンネル、サンクスチャンネル始まるよ。パラパラ、パラパラ、ラララ。うん。では、ちょっとこうアクティブな質問を後回しに持ってきたんですけど、もう我慢できないので、次はレモン、はい、レモンさんからの質問ですね。なんか靴の履き方の動画を見せてくださいっていう質問だったんだけど、まあ質問としては、うん、スパイクと普段履くスニーカーがあれば両方見たいです。どんな風に選んでいるのか、うん、好みの形や色、まあ、結び方っていうのは多分紐の結び方と皆さんのこだわりが知りたいです。それともしよろしければ足の裏に関しても知りたいです。夏のみ下駄を履くのですが、その時は足の裏が硬くなってしまいます。選手の皆さんはたくさん走ると思うのでどんなケアをしているのか気になりましたっていう、まあ、質問なんですけど、ね、足の裏好みとか僕足のサイズ違うんですよね、左右で。何センチ違うの？0.5。 0.5 っていうのはその正確には多分もっと違うかもうちょっと違うか分かんないですけど、スパイクのサイズが 0.5 刻みなんで、うん、右と左で 0.5 違います。はい。普段靴買うときどうするの？普段の靴履くときはもうそう大きい方に合わせるの？左足の方が大きいんで左足に合わせて。はい。だから絶対シーズン始まったら左の親指の爪剥がれるんですよ。キュッキュッキュッスパイク変えたら動くんで、そこ当たって、うん、右爪がし、え右え左左。左。うん。左の方が大きいからさ、当たるんだよね。で、爪が死んで、ポロッと剥がれるまで待つっていう。だから最初痛いんだよ。もう今剥がれたんですけどね。普段履きの、じゃあ右側の靴下脱げるでしょ？脱げないね、あんまね。脱げないね、よね。うん、脱げないよね、あんまり。うん、あ、でもあれ履いたら脱げるかも。その、なんかさ、くるぶし見えがないやつ。見えないやつ。うん、見えないやつ。はい、あれちょっとすげえ脱げる。あ、それなんかあんの？関係あんの？いや、俺左の方がちょっとちっちゃいから脱げるんだよね。ああ。脱げやすい。うん。なるほどね。でもあれじゃないの？スパイクとかだったら、0.5 違う右足何センチ、左足何センチって送ってもらえばいいんだよ。いや、それも、もう僕ミスなんですけど、本田圭佑さん、吉田麻也さんレベルじゃないと、やってもらえないですね、多分それは。はい。残念ながら。あと何かありますか？靴のこだわり。何かありそうだけど、なんか、のどちんこさん、靴、こだわりありそうだけど。紐の結び方とかでこだわりありますか？紐の結び方ね。うん。紐の結び方みんなどうやって結んでんだろうな。最初から入ってるやつはそのまま。あ、そのまま俺違う、俺書いてる。全部書いてる。全部外して。じゃあそれこだわりだ。それこだわりだわ、じゃあ。最初からのやつちょっと結びにくいんだよな。見せるのだけかな。紐を変えるってこと？紐の並びですよ、並びを。並びを変えるんですか？並び、配置、配、なんていうの？通し方。通し方、通し方。もしあれだったら、普通動画をなんか紐の結び方だね。おお。あ、靴あるね。はい、最近ゲットした。僕はなんか、私服に合わせて、なんか、合いそうなの。ねえな、ちょっと周りには。なんか、すごいですね、そのデザイン。すごいね、それ。うん。ああ、その結び。厚底っすね。厚底だな。それは何？走る用の靴？走る用ですけど、普段で履こうと思ってます。あ、それ走る用なんですか？うん。ランニング用？
なんかあれじゃない、それこそ陸上のさ、あの駅伝の人たちが走る。そうそう、そっち系ですね。ああ、そっち系のあれだね。うん。なんかこだわりはどこにありますか？まあ、その靴に限らず。僕はこだわりないっす、全然。デザイン。俺も全然ないっす。最近エアージョーダンに凝ってたんじゃないの？ああ。本当だよ。こだわってんじゃん。すぐ影響されてたじゃん。じゃあこだわりっていうよりはまあデザインですね。どういうデザインが好きなの？なんか自分の持ってる服にと合わせられそうなのを選んでますけど。形？色っすかね。色。じゃあ次色か。鉄人どうですか？なんか僕は紐をまず変えてます。こういう。はい。それはあのチームの色に合わせてるってこと？いや、これオレンジが僕多分いい色なんで、好きな色っていうか。ああ、自分のね。はい。なんで。ま、なんかちょっと普通のより太い。あ、太い。太いね。確かに。綿100で作ってて。結構太めのしっかり足をホールドしてくれるんで、でこれを、まあ、伸びちゃうんで綿100なんで1ヶ月に1回紐を変えてます。へえ、はい、それは靴紐屋さんなの？あ、そうですね、あの地元の靴屋さんというか靴紐屋さん、はい、やってます。で、まあ、結び方もちょっと違って、最後こういう感じで間を見えるか。本当だ。この間、はい、ここの間に通して輪っかか、で、どうなんでしょう。で、ギュッと締まります、すごく。ああ、よりギュッとなるんだ。はい、で最後はこれあるじゃないですか、このこれも2回巻いて、ああ取れないように。はい、取れないようにやってます。めちゃくちゃこだわり強い。すごい、ね、それは何、その靴ひも屋さんから教えてもらったの？そうですね、靴ひも屋さんにおすすめされて、なんでその捻挫予防とかにもなるんで、はい、戻ってこれるんですよ。ちょっとこうぐらついてもここでべちゃっていかないで、流れないでね。はい、だから捻挫はもう本当しなくなりましたね。俺練習で靴紐を全部外して全部してないんだけど。すごい。脱げないですよ、シュートだと。まあでもちょっとそのナイキは全部包まれる形にはなってるけど。あ、そうです。ナイキはそう。でもまあちょっとずれる。だからずれないようにちょっと力抜いてやってたら滑れないみたいな感じ。試合の時はさすがに必須。それは結んでる。うん。アディダスはどうですか？まあ、普通に。僕もこだわりないんで、普通にアディダスのやつ、その箱を開けて、ついてるまんま結んでます、俺。そのまま。こだわりない。その選び方は？なんか履きやすさというか。まあ、もらえるもので履いてってますね。なんか新しい、昔の去年履いてた、1年間履いてたデザインって多分2個前ぐらいのデザインで、なんかそれから新しいのになった時になんかちょっとワイドになったんですよね、足首周りが。靴履きやすくなったというか、それでなんかめっちゃ足動くのが俺は超嫌で、で昔のずっと履いてたんですけど、さすがにもうその在庫もないし靴もないんで、ちょっと今新しいのかな。フミヤの紐の縛り方で、確かに。それでね、今度ちょっと教えるわ、どこで。確かに教えてもらったら、いや多分全然違うと思うよ、コールド。これで、ね、なったらすごい嬉しいな、足が動くから。靴紐の結び方の動画を撮ったり、ね、そうですね、確かに動画撮って、それ撮ってから、この
さあ、後ろの方の足の裏に関しても知りたいですっていうのもなんか教えてあげてよ。この足の裏。何もしてない。何もしてないな、俺も。何もしてない。足指元気くんと、おお、これに足を通って。海はすげえな、なんか。はい、めちゃくちゃ、メリケース見えない。そう、これまあ足にこうやって、こうやってやったりとか。いいね。気持ちよさそう。はい。あとこれですね、コロコロのローラー。ああ、イチローがやってた。はい。こうやって足乗せて、こうぐーっとやると。これすごい気持ちよくていいっすよ。それ毎日やってんの？家とかで。毎日やってます。へぇ。俺も一時買おうかなと。やってた？やってたか、うん、いいっすよね。いいよね、やっぱ足裏刺激っていうのね。うん、なんかやっぱ一日やらないだけでも結構やっぱスパイク履いた時とか硬いなっていうか足の裏が。ああ、そう。感じになっちゃいます。ああ。アイリさん。なんか今シーズンの目標を教えてください。何年か前の選手名鑑で西選手のキャッチコピーがライバルは高橋一生になってましたが、千葉選手、早川選手、荒野選手のライバルは誰ですか？そして西選手のライバルは今も高橋一生さんですか？っていう質問があります。そんなの変えたっけ？高橋一生でも最近だね。適当なんだわ。誰だろうな、ライバルは山本圭一さんですかね。ライバルであり、まあ、そして友であり、そしてライバルである。なるほど。山本圭一さん。他の方あんまりライバルとかはいないかもしれないです。なんかやっぱ結果タイプ違うんで。あえて、ここはもうあの、頼まれ事ですから。そうっすね。あえて言うならで、こう、面白くなるじゃないですか。僕、じゃあ、まあ、ライバルっていうか、うん、意識してるのは、うん、遠藤航とか。おー、タイプ違うくね？タイプ違いますよね。でも理由、まあ、僕自身代表に A 代表に入ったことないんで、まあ、A 代表やりたいっていうの で今じゃあ A 代表のボランチが中盤誰やってるかなって時に、うん、パッて浮かぶのが遠藤航なんで。なるほどね。を目指してそこよりよく、まあでも決めるのはもう代表の監督なんで何とも言えないけど、まあ、そこを目指してそこぐらいのレベルになればおのずとチャンスはあるかなとは思ってるんで。なるほど。まあそれかな。うん。もしかしたら真面目ないい答えだと思います。はい。うん。他お二方は、那須大輔さん。はい、さっきもちょっと YouTube 見たんですけど、とんでもない再生回数と登録数を叩き出してたんで、ちょっと負けてらんない。そうだよ。タンクスでみんなでちょっと。そうなんだよね。手の届かないとこにいるような、まだ。じゃあ、スケベスさんはどうですか？僕じゃあ、高橋一生で。変わらずね。もともとはなんでこれ高橋一生って書いたの？わかんないっすね。覚えてないの？いつも覚えてない。なんかの動画の撮った時もさ、なんかその高橋一生ってなんか名前出んかった？あ、出たわ。書いてました。漢字間違ってたけど、高橋といえば。ああ、やったな。あ、それで言ってたんか。高橋といえばジョージ、うん、やっぱあんだよ。脳に刻まれてんだよ。でもたまたまでテレビ出てたとかそういう系だと思うけどさ。本当。あんま別にめちゃくちゃ好きな俳優がそれとかじゃないもん。全然だな。
でも何年か前すごい出ましたよね、うん、高橋一生さん。うん、出てたね。まあ、サッカー界にライバルはいないね。おお。今も高橋一生さん、あれですね。あの、日曜日のドラマなんか出てますよね。うんうんうん。あの、綾瀬はるかさんと入れ替わるやつをやってるんですか。ああ、ありますね。うん、すごい演技ですよね。うん、うん、女性と男性が入れ替わるから、あのそれぞれあの男性が女性のように、女性が男性のような感じでやってるから、すごいね。すごいな、それはセンスが。うん、ではでは、さっきのね、はい、最後って言うと、もうちょっと、最後。チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。